いやー、ここね、グールすごかったね。改めてグールの恐ろしさを知った。あんなさ、ジャンピング タックルされたらさ、もうこっちもたまったもんじゃないよ、ほんとほんと。これが、グールがハイになってますね。こんぐらいかな？あと、これ。はい、じゃあね、中入ってちょっと話だけ聞きましょうか。警察署だから銃器とかね、ありそうな気がする。正規品かな？でも200年経ってるからな、もうなさそうな気もする。正規の銃ないかな、本当に。治療してくれるのかい？それとも何なんだ？どうかな。予後がかなり厳しそうだからね。どこかに連れて行って撃ち殺してあげる方がよっぽど思いやりのある行為かもね。まったく寛容な人だ、ドクター。3人。くねくねしないで、包帯が負けないじゃないか。3人しかいないのか。でも偵察隊っつってたからな。なるほど。BO、ん？ BOW だったっけ？の偵察隊か。ここは水はあんのか？ないな。ちょっと持っていけるもの。おお、金庫。強固にロックされている。これは無理だわ。マックスでしょ。多分難易度。チェス盤。ないのかな。警察署だからちょっと期待してるんだけど。手錠があった。コンビネーションレンチ。卓上ファン。なさそう。いや、まだ待てよ。まだね、ここ1階かどうかわかんないけど。まだ調べてないからね。あ、地下がある。なんか銃器って地下に保管されてそうなね、イメージがあるから、ちょっと行ってみようか。あ、牢屋。ちょっと行く前にチェック。おお、暗っ。ダクトテープ。あ、荷物が多すぎて走れません。もういっぱいか。なんだっけ。めっちゃあるな。じゃ、間違えそうと。一番重いのはどれだ？重いのが捨てようか。卓上ファン重いな。あ、間違えた。さっき、マグカップもちょっといらないな。あ、セラミックか。あれ、さっき。消火器あった。これ重そう。お、やっぱね。捨てよう。すぐここでバラせないのが痛いな。ちょっと待ってね。ケイ、ジェット、軍服。軍服ってどんだけ防御力があるのかな。かっこよさそう。あ、ゼロ。 じゃないな。3つ目の服も捨てようか。パトロールマンのサングラスつけとこう。とガスマスクはいらねえ。
ここでどうかな、取引できないのかな、あの人たちと。ロックされてる？あ、駐車場か。うん、武器ないのかな。ほうほうほう。あ、弾はあるね。弾は豊富。ヘアピンもあるし。だけど、これぐらいにしとかないと。こっちはいけない。あ、開けられるね。ほう。じゃあ戻ろうか。ダメっぽいな。弾は手に入ったけど、ロード早っ。だけど、オッケー、よいしょ。もう1回は調べてよね、全部。2回ないのけ。2回がなければもう行くんだけど。ああ、怪我治ってる、早っ。そう、調べがいがありすぎても。あ、あったあった、2階。地下がダメならこっちでしょ。おおおお。ケンブリッジ、外か。ぬかコーラもない。こっちは？もう、ないね。よし、武器は諦めよう。他のみんなが失礼いたしました。じゃあ、自分が大物だとでも思っているのか。話でも聞こうか。パラディン、移動する用意はできたか。なぜ警察署に前哨基地を設けるんだ。施設の性質を踏まえた上でここで。え、何何何何、ちょっとバグね、おかしいよね。あの話途中でぶっ飛ばすから。あるか。よし。ああ、まだ。で、パラディンダンス、移動する用意はできたか。準備完了だ。素晴らしい。ついてこい。遅れを取るなよ。お、かっこいい。で、どこまで行くんですか。まるで暇みたいに、なんでここに突っ立ってるんだ。アラディンダンスが待っているぞ。いや、行く行く行く。それではね、今からパラディンダンスと、ラジオの、まあ、機器かな、増強機器を取りに行ってきます。はい、それではね、ちょっと長くなったのでここで一区切りとさせていただきます。ご視聴ね、ありがとうございました。この続きは次回も見ていただければと思います。はい、島津でした。それではね、本日はこれにてね、失礼させていただきます。ご視聴ね、ありがとうございました。